の左腕って義手？そうだ。その義手はどうやって動かしてるんです？動力源か？切断面に寄生させている虫だ。虫？機械じゃないんだ。痛いな。また今度な。僕も見たい。しつこい。チェ。いろいろあるんだよ、大人には。大変なんだね、大人って。ああ、だから静かにしてろ。結局さっきの地域はクソ犬がいただけだったな。ねえゼロ。さっき飛んでて見つけたんだけど。あっちの方角に神殿っぽい建物があったよ。ああ、なんか聞いたことあるかも。山の国の神殿は大きな広場になっている。方角は北か。北部へ向かおう。次第に激しくなる敵軍の反撃。フォーが隠れているという神殿は要塞化された防衛施設の中にあった。この先の要塞にフォーがいるんだな。神殿を要塞化するなんて、鳥みたいに肝の小さな歌姫様だね。適当に。で、そのあたりを燃やしてこい。え、みんな焼けちゃうよ。構わん。好きなように好きなだけ爆撃しろ。
ドラゴンの礼儀なんだろ。でも、やっとどういうことをしてるのか、あまり好きじゃ。うるさい。とっとと上から砲台を潰せ。私は地上でザコどもを始末してから行く。わかったよ、わかったよ。二回言わなくていい。次来るぞ。迎え撃て。くそ、強い、速い。コインバット。歌姫と戦うなら俺たちにできるのか。殺した後に考えろ。ございました。ありがとうございます。よくできました。撃て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 。にゃー、無駄だ、やめておく。腰抜け、やってみなきゃ分かんねえぞ。恐怖で小便を漏らしてる奴に腰抜け呼ばれされたくないね。ちゃんと目標に着弾してるか確認します。
ました。王様のためなら俺の命くらい安いもんよ。
っさと進んでフォーを倒すぞ。バリケードで通れないぞ。クソ、僕が何とかしようか。ペロ頼むぞ。君だ、ホタレ。さっさとフォーのところに行くぞ。はい。大変だったね、ゼロ。リト、さっきの崩落に巻き込まれなかったのか。どうしてうまく逃げ出せたんだ。ミハイルにバリケード爆破なんて細かい仕事、明らかに無理だから。ちょっと引いたところで様子を見るの当然でしょ。知らん、そんな常識は知らん。はあ、ゼロの知能のそういう欠陥具合、愛おしいな。殺すぞ。案ずるな、歌姫の元にはデカート様がおられる。あのどんな苦痛にも耐えると言われたデカート様か。戦い方だ。王様の国で許せん。ゼロの目を見た。まともじゃないな。あれは歌姫じゃない。バケモンだ。あの先がフォーの要塞か。ゼロ、正面からだと要塞に入れないよ。何？これ、歌の力だ。歌の力で見えない壁を作ってるんだ。ふん、小賢しいことをする妹様のことで。私たちはこっちの洞窟から行く。君は上から回り道を探す。しっかり働けよ。お子ちゃま。わかった。
なんだ。ゴーってどんなに悪いの？いやらしいやつだよ。そういう意味じゃなくて、上辺はいい子を演じているが、中身は進んで、私にも分かる。出なきゃ、歌うたいの処女なんてありえないだろう。え？少女って何？まあ、いいや。うん。やっぱり、ゴーって人と仲良くならないよ。無理だ。処女とは仲良くなれない。そうなんだ。少女とは仲良くなれない。ああ、処女とは仲良くなれない。がみなぎってるな。じゃあ、まあこちらも遠慮なくやらせてもらおうかな。まだ続くか。めんどくさいな。もう肩が疲れた。今夜たっぷり揉んだりますから。ほら、押して。第一第二攻撃部隊が呼ばれた。ここだけのだけ。終わりだ。相手は狂った歌うたいだ。遠慮はいらないぜ。突破されたらどうなる。終わりだ。終わりだ。伝令は、王様への伝令はどうした。伝令は、まだ固着しておりません。どうなっておるのじゃ。なんだか混乱してるね。敵の混乱は絶好の好機。いいね。相手の弱みに溶け込む卑怯なやり口、僕は好きだよ。
Thank you.